じゃあ皆さんこんにちは。川口と申します。今回またこのフェスティバルに参加できて非常に光栄です。多分僕新宿区が今日本で一番元気な都市の中心地にあるというのはやっぱり昔からずっと思ってたんですけど、その中心地になるというのは都市が新陳代謝する成長しているということをですね、なんかアートの方から芸術の方からさらに活性化するということをですね、やるのが一番面白いような気がしてて、以前僕たちは、昔は新宿は繁華街の中心としてアジアの中心、拠点としてずっと来たんですけども、今やこれがさらに21世紀に入ってアートの世界に入っていくということで、非常に僕は期待してましてですね、今回のフェスティバルに関しても夜は非常にやはりネオンがすごい輝くですね、街であるんですけども、また昼は昼で非常に緑も多くなってきたので、新宿の街の未来っていうのは僕は個人的にはなんていうんですかね、花や鳥やトンボ、昆虫が飛び交う未来のジャングルの都市みたいなですね、世界でも最もエコ的なものを含めた宇宙に最も近い新宿の街というのをちょっと願望として持ってましてですね、そういうところに僕なんかこのなんかアートの立場からそれの活力の一部となって参加できればいいかなということで考えています。で、だから基本的に僕も個人的にはその最先端であるけども伝統的なものを踏まえながら再発見しながらですね、僕なんかもアートの基本的なやつはその何て言うか生物でいうと例えばクラゲみたいに最初太古の海では遊泳してる、泳いでる、それからだんだん陸上に上がって歩行する、で最終的には空中を飛ぶ飛翔するとか、遊泳とか歩行とか飛行っていうのは非常に僕にとってはアートを表現するための3つの空間なんですけど、これは非常に今新宿区の中で最も宇宙に近い街としてはなんかこういうの花咲かせるとですね、非常に夢のような面白い未来としてなるような気がしているので、その辺をこのアートフェスティバルが一応に刺激剤となってですね、起爆剤となって世界中の観光客を呼び込むような、アートで呼び込むような新しい芸術の都市にできたらいいかな。で今回そういうのその今回のアートのフェスティバルが夏に行われるということは非常にタイミングとしても一番いいかなという気がしています。ということで将来僕の今個人的には伝統のものを作りながらさらに未来といくとやっぱり新宿にもやっぱりロボット的なそういう未来の芸術も非常に合うので、生物的なものからロボティックなものまでっていうのはやっぱりですね、基本的に抑えると非常に面白いかなという気がしています。将来はこの新宿から月面とか火星とかですね、木星の衛星のエーロパとかイオとかに打ち込むような芸術のなんか新しい試みが区長さんが出るといいかなという感じしてます。でということでよろしくお願いします。梅野由子と申します。よろしくお願いいたします。昨年のきっかけとして学生のアートコンペに審査員として参加させていただきました。本当に審査は半日ぐらいかかりましたけれども、とにかくとても楽しかったです。新宿という街、その新宿のスケールに負けない本当に作品が多くて、その作品の2.5メートルぐらい箇所の本当に大きいんですね。で新宿という街のスケールにも負けない、その新宿のエネルギーにも負けない迫力の作品が多くて、とても楽しかったです。で普段ちょっともうありえない公共スペースとかビルオフィスの1階の部分にこういう大きい作品が展示されてますけれども、本当に散歩しながら仕事しながらいろんな方々が、自然にその作品と触れることが本当にその企画のすごく魅力的な点だと思います。でいつもその、新宿とテーマしてるトカゲしてるテーマで学生がいろいろ提案してるんですけれども、その街との関係さもすごく面白いと思います。で私さっきご紹介があったように、その仕切りというコンセプトでいろいろ建築から他のデザインプロでデザインしてるんですけれども、実はその仕切りというコンセプトは東京という街にインスパイアされたコンセプトであります。
私今フランス人ですけれども、自分の建築家の免許を取った後に、ちょっと東京に来まして、で初めて本当に東京の街を見た時に、東京の、街並みに溢れてる色にはもうすごく感激をしまして、今までそういう色について特にフランス見た時に意識は持ったことは正直なかったんですけれども、本当にもう歌舞伎町の観音だったり本当にそういう自販機だったり、もういろんなカラフルなものが街の中に、街並みの中に存在していて、すごく美しい、本当に東京は美しい街と感じてここに東京住むことを決めたんですね。その本当にその東京があって私のデザインがあるということですね。でもう一つ色だけではなくて重ねレイヤーと呼んでるんですけれども、それはそのヨーロッパの街とコントラストのあるところですが、いろんなまたボリューム、いろんなボリュームの建物だったり電線だったり看板だったりいろんなものが重なっているじゃないですか。でその、東京がいろんなレイヤーで街が構成されているんですね。でそれはすごく奥行きが、街には奥行きが与えて、すごく初めて見た時にもう気持ちいいと思いました。その本当に東京の色、東京のレイヤーが私のデザインは現代ではありますので、普段は色は本当に二次元、後付け的な、イメージが残念ながら多いんですけれども、最後にその壁何色にしますかとか、カーテン何色にしますかとか、そのデザインプロセスの最後に色を決めることが多いんですが、私はものすごくそれはもったいないと思っていて、その色を本当にもう三次元空間、その空間そのものを作るためであるべきと思っています。で、三次元的に色を使って、デザインしています。で、さっき言いましたように初めて見た時にすごくエモーションを感じたので、私もその時決めたんですね。私のデザインでもう色でデザインしようと決めて、で私が感じたエモーションを本当に他の方々にも感じていただきたいとその時思いました。今回の企画ですけれども、本当に真っ白い空間、とても素晴らしい空間を用意していただいて、その空間を本当にできるだけたくさんの色を使っていて構成していきたいと思います。で皆さんに私が感じた東京という街並みを見た時に感じたエモーションを感じていただければ嬉しいです。ありがとうございました。こんにちは、カニエ・アンズと申します。私は、版画家です。まず最初に私の展覧会の方のご説明をした後に、子供アートの方 の, ご説明をさせてください。まずちょっと恐縮ですけれども、私の絵についてちょっとだけお話しします。すいません、新宿のことは吹っ飛ばしてまず私の絵についてお話ししちゃうんですが、どうぞいいですか。どうぞすいません。私はもう難しいとかあんまり分からなくて本当にちょっとあれなんですけど、絵を描くのがちっちゃい頃から本当に大好きで、なんというかあちらに作品も飾らせてもらいましたけれど、あんな絵を、あれ浜です、あれを作ってます。でどうやって作ってるかっていうと、例えば自分がなんか落ち込んだ時とか悲しい気分になった時に描くとすごく元気になります。でそれをなぜだか他の人に見せると時々元気になったよって言ってくれる、私の絵見て元気になったよって言ってくれる人がいたり、あとはなんかその時好きな人とかお母さんとかお父さんとかもいろいろ家族に向けて、たった一人の人に向けて一生懸命描く時もあります。それでそれを一生懸命描くと、なぜだか一人のために描いてるのになんかみんなに伝わるというか、たくさんの人に伝わることがあるんです。なんかこれがアートの素晴らしいところだと思っていて、私はなんかそこを大事に、なんていうか、
そう思って書いてます。だからアートって何だろうとか何が正しいのかとかっていうことは全く分かんないんですけど、でもなんかこうアートが出してくれる素敵な謎々とか楽しさがこう新宿のイベントで回った人に伝わったらすごいなと思って、頑張らせていただいてます。で、私の展覧会なんですけど、先ほどご紹介があったようにいろんなところで見れることになっていて、まあ、とにかくマップを見ていただいて、あのおすすめの見方はマップを見ていただいて、すべて回っていただいて、まあ、ミルクさんやミロードさん、ルミネさんあるので、で最後にあの8月24日にワシントンホテルさんの、バーでアーティストさんがいっぱい集まって、普通に一般の方々と交流できるパーティーがあるので、そこで一緒にお酒を飲んでいただき、で極めつけは私がプロデュースさせていただいたお部屋に泊まるというコースを、一緒には泊まらないですけどお酒を一緒に飲んで、あのそのコースをおすすめいたします。すいません、以上なんですけど、あのもっとちょっと力強くもう一つあのお話ししたいことがございます。私は、昨年度から子どもアートというプログラムを担当させていただいております。全然プロのプロデューサーでも何でもないんですけれども、子供が好きとか子供と遊ぶのが好きという理由で起用していただきました。はい、でお手元の子供アートのチラシをぜひご覧ください。子供アートは大きく4つのコンテンツに分かれて、なんと総勢40名のアーティストで歌舞伎町を中心にイベントを行います。歌舞伎町と聞くとなんか正直親子にはちょっと縁遠いと言いますか、あの行きにくいイメージがもしかして終わりかと思うんですけど、それが昨年このイベントをやったらすごいたくさん子どもたちが集まってきて、あの多分皆さんが見たらびっくりするような新しい歌舞伎町のイメージが数日生まれたんですね。これは私はすごく良かったと思って、やって良かったなと思ってます。でこのイベントの時にママさんからのご要望にお答えして、あ、これ川口先生とこの東大の大学院生の女の子があの一生懸命取材して作ってくださったんですけど、あの親子連れでも安心して入れるよっていうランチマップも作ってます。イベントの時に安心して親子で遊べるに来れるようにということです。さて内容なんですけれども、体験型のアーティストにより9つのワークショップがあります。プロのアーティストさんが直接指導いたします。まあ、指導というか一緒にお絵かきする、一緒に考察するという感じかもしれません。で親子のためのミニライブというのも企画いたしました。元多摩の皆さん覚えがあるかと思いますが、あの多分世代の方が多いんじゃないでしょうか。元多摩のランニングの石川浩司さんとか、あと今大人気な NHK のおじゃる丸のテーマソングで子どもたちには大人気な、ショッピーというバンドがあります。その方々に来ていただいたり、ケルト音楽とかクラシック音楽をもうちょっと噛み砕いて子どもたちにこう楽しく説明しながら、なんかそういう音楽にも触れていただくという企画もご用意いたしました。さらに、被災地の応援プロジェクトというのが一つ柱にございます。私は震災の1ヶ月後からずっと子どもたちと、絵をずっと描いているんですけれども、その一緒に描いた絵を約60点、展示いたします。これはハイジアです。それを見た、新宿の子どもたちが何かを感じて絵手紙を描いて投函するための、福島と新宿をつなぐポストを素敵なアーティストさんたちに作っていただいたので、それを設置いたします。でそこに手紙を入れると福島の子どもたちに届いてお返事をもらえる、来るっていう仕組みにしてます。仕組みというかそういうプログラムです。あと、そうです、一番多分クリエイターズフェスタの一番最初のイベントになるかと思いますが、8月18日に私と去年は総勢300人の子どもたちが、それこそ歌舞伎町のど真ん中の旧コマ劇場の仮囲いに生演奏とともに巨大な壁画を描きます。昨年はママから生まれる命と題しまして、命の森をモチーフに描きました。なので今年はそれの3部作としまして、2枚同時に、その森を作るための太陽と水をテーマに描こうと思ってます。
まあ、2枚同時のライブペインティング私が初めてなのと猛暑なので多少の不安はあるんですけれども精一杯頑張りますのでぜひいらしてください。これは、昨年同様西口のガード下に移植されて、でずっとしばらく あることになるんですけど落書き防止になったりとかやっぱりこう景観が明るくなるということでそういうお役に立てれば嬉しいなというふうに思ってます。はい、先ほどご説明しましたように私は、全国の子どもたちとお絵描きをするっていうことをライフワークにずっと生きてきてるんですが、もちろん将来子どもたちがみんながアーティストになるわけではないですよね。ないんですけど、でもなんで勉強しなくちゃいけないのかなとか、悲しんでる人がいたらどんな言葉をかけるのかなとか、なんかこう想定外の、ね、地震とかあったり想定外のことが起こった時にどんな行動ができるかとか、まあ、はたまた自分は何で生きるんだろうとか、なんで生きてるのかなとか、なんで生まれたのかなとか、それを考えることって本当はすごい大事なことだったりして、それがなんか想像力の一つだと思うんです。で、その想像力を生み出す育む力がアートにはあると思っております。なのでそのアートを通してこういうイベントで参加して子どもたちがまずは難しいことっていうよりは何か想像して自分が生み出すという楽しい、こんな楽しいんだっていうことがこう体感、肌で体感できるようなお手伝いができたらなと思って、頑張っております。はい、ありがとうございます。 あと、最後に言いたいのが、実はこのイベントは、全て、いろいろな方のおかげで無料なんです。で、いろいろ調べると他の都市型のアートイベントってあるんですけど、何らか子どものアートに関してワークショップはお金を取ったりちょっとしたりするんですよね。でももちろん倒産企業さんのおかげだったり新宿さんのおかげだったり 近隣の方々のおかげで全部子どもたちが無料で体験できます。これって若いお母さんにとってはものすごくいい支援だし、とっても大事なことだと思ってますので、ただただ無料だってところが大事なところだとも思ってます。よろしくお願いします。皆様本当に本日はお暑い中、そしてお忙しい中、このように多くの皆様にお集まりいただきましてとても嬉しく思います。私実行委員長ということですけれども、今日もおいでいただきましたこういったアーティストの方々が何といってもお力をいただいてですね、新宿の街でこうしたイベントができることをとても嬉しく思っております。先ほどムホンさんからもお話しいただきましたが、このクリエイターズフェスタは3年前から始まった、3年前というか今回3回目なんですけれども、一昨年始めた時には学生クリエイターズフェスタって言って、学生の方々がこの新宿の街には多い、でもまた新宿の街は多くの方々が、まあ、おいでいただいている街なので、学生のアーティストの卵のような人たちにここを発表の機会として提供するっていうこともこの町の持っている役割であろうというようなことですね、学生クリエイターズフェスタから始めたんです。でそれが一昨年でした。で2年目になりまして、実はその、今回のメインビジュアルを作っていただいているのはこれ草間彌生さんなんですけれども、草間彌生さんのスタジオが新宿区内にありまして、そして新宿区の名誉区民にもなっていただいたということを契機にですね、有名アーティストの方々にもご参加いただいて、より幅広に行っていくことによって学生の方々の発表の場としてもより多くの方々においでいただけるであろうということで、実は無法さんには審査員になっていただいたりとか、蟹江さんにも今お話しいただいたような多くの幅広 の, アート活動を今回前回からご協力いただいております。そしてこの、クリエイターズフェスタはですね、新宿の街っていうのは都市活動としては江戸以来の都市です。でこの新宿の街のこう遺伝子っていうのは何かっていうと、やはり多くの人たちが行き交うということによって多様な文化を育んできたという、常にこう江戸からの伝統を持ちながら時代の先端を、まあ、走ってきた街である。でも
なかなかアートっていう部分ではあのイベントちょっと少なかったかなということでですね、あの私としては今回3回目でより充実をさせて、あのそしてこれをあの新宿の夏のアートイベントとして定着をさせていきたいなと、あのそんな思いであの取り組んでおります。ですから、新宿のその人々が交流するあの行き交うという街の遺伝子を生かした、夏のアートイベントということで、あの皆さんにあの知っていただける、あのそのためにはやはりあのマスコミの方々に関心を持っていただく、あの皆さんにこうあの知らせていただくというところを大いにあの期待をしているところです。で、今回ですね、あの昨年はあの8月の24日から9月の1日までの10日間で30万人のもの方においでいただきました。で、あのメディアにはもう少しずつではありますけれども取り上げていただけるようになってまして、知名度も上がってあの、まあ、来ているのではないかと思っています。で、さて、あの今年の、新宿クリエイターズフェスタはあのこの夏アートと恋をすると題しまして、あの各企画の内容を昨年以上に、充実をさせて、開催期間もですね8月の23日金曜日から、から蟹江さんのプロジェクトはその前 の、 あの18日の日曜日、から始まりますけれども、あの、開催期間その23日金曜日から9月の8日までの17日間実施ということで、昨年よりも1週間長い、開催となります。で、昨年に引き続きまして、あの草間彌生さん、そしてあの今ご退席になりましたけれども川口洋一郎さん、エマニュエル・ムホーさん、カニアンズさんなど、あの、国内外で高い評価を得ている、アーティストの作品展や学生のアートコンペティション、それから子どもアート、あの見て楽しい、そして参加しても楽しいという、あのそうしたあの新宿の街らしいあのイベントを多数あの用意しております。そしてまたですね、あの今回あの、映像 の、 あのイベントではあの大型街頭ビジョンやデジタルサイネージで作品を上映しまして、多くの方にあの迫力ある映像をあの楽しんであのいただきます。さらに今年からあの新宿の街にふさわしい映画とそれから写真という芸術分野も新たにあの加えましたので、アートイベントとしてもより一層あの充実をしているかと思います。昨年を超える多くの方にぜひあの新宿の街を楽しんでいただきたいと思います。で、ちょっとお手元の資料をあのご覧いただきますと、まずはじめにですね、このメインビジュアルを、提供していただきましたのが草間彌生さんです。で、この作品名は下に書いてございますように、忌まわしい戦争の後では幸福で心がいっぱいになるばかりという、あのこういったあの作品を提供していただいておりますが、アーティスト展丸一ということで草間彌生特別展示、これはあの草間彌生さんにはですね、あの作品はあの弥生ちゃんとあのトコトンということで、まだあの作品が完成しておりませんので、あの今回一応そのイメージ図をあの用意させていただいておりますけれども、あの草間さんの2つ の、 あの新作のバルーンです。初めてここで公開です。で、あの弥生ちゃんが高さ4メートルで、トコトンが高さ 2.4 メートルというサイズですので、大変まああの、優しくかつ迫力もあるという2つ の、 あの新作バルーンで、会場があの何かワクワクするような楽しい空間になるのではないかと思っています。で、これはあの新宿 NS ビルの、1階アトリウムが会場でございます。そしてあの、アーティスト展としては、川口洋一郎さんのが宇宙生命都市へ向けて、そしてあの無法さんのが、こちら の、 あの色空間を色で仕切るということで、それもあの、東京という街をあの色やそれからこう重層的なその
ところで、あのまさに、表現をしていただいているということで、私もあの実は作あの、ムホさんの作品を他の機会に見せていただいて、それから今日 の, あのお洋服なんかも見てもですね、とてもあの、気持ちがこうあの明るくこうあのこうなんか飛んできたいような、そういうすごくあの楽しさを感じる作品になるのではないかと思って、とてもあのそちらの方にも、ムホさんの作品がパネルで展示されていますけれども、あの楽しみにしています。それからカニエアンズさんについては先ほどいろいろお話しいただきましたけれども、あのとてもあの癒されるあのものがまた出てきて、そして子どもたちとあの遊んでいただけるのではないかと思います。そしてですね、今回ですね、あの2枚目を見ていただきますと、アーティスト展の丸2ということで、写真家の森山大道さんの写真展も、行われます。であの森山大道さんは新宿 をたくさん撮っていただいてますので、あのそういったあの、まあ、新宿 の, あ, のある時代、それから私たちのそのもともとのところがどんなものであったかというようなこともあの感じることができると思いますし、それからあの、まあ、椿昇さんというあの現代芸術家 の, あの方がですね、あのこれもあの大変にこう迫力のあるマーマリアンというようなあのそういった作品 の, あの展示があのされましたり、それから、ここに出てきますようなあのモーショングラフィックアーティストの山本慎一さん、あのこちらあの森山大道さん、椿昇さん、山本慎一さんは今回初めてあの加わっていただいております。そしてまたですね、今回、新宿は皆さんご存知のようにあのシネコンも大型のシネコンがあり、かつまたもともとこの街が持っている遺伝子、映画の街です。であのシネフェスタ新宿、2013ということで、リリコさんが選んだ、映画でありますとか、それから、東京学生映画祭で、のセレクションもの、それも、新宿に関わりのある、早稲田大学の学生のものが大変に入賞しているということもあったり、それから、そういった映画や、このシネフェスタのセレクションものが何といっても楽しんでいただけるのではないかと思います。その他ですね、このところに下にも書いてございますように、あの新宿の街というと今思い出横丁やゴールデン街といったようなところも新宿の街を非常に表しています。でまた活気もあります。でそこでも、百鬼夜行プロジェクトでありますとか、それからその他あの多くの、新宿芸術街歩きを楽しんでいただけるような、いろいろなこの公式ガイドブックご覧いただきますと、この4つの印がですね、この濃いピンクはアーティスト展、それからこの、下の何て言ったらいいですかね、濃い米寿っていうんですかね、これは街中アート、学生アート、子どもアートとですね、非常に、多種多様な皆さんのそれぞれ の, 好みに、応じて感じていただけるアートが、新宿駅 の, 新宿駅はギネスにも載っているという、まあ、350万人の方々が行き交う街ということなんですが、乗降客数ですね、乗降客数がある町の東西をつないでこのような会場で行われますので、どうか皆さんこの内容についてそれぞれ の, 側面から、ぜひ行動していただいたり楽しんでいただけるようになったらと思っております。スペシャル企画はそこにも映像が今映ってますけれども、ラブフォーエバーと題しまして、新宿駅東口の、アルタビルの前面を、草間彌生さんの赤の水玉とハートマークで、装飾するというものです。でまた1日20回以上、
アルタビジョンにも赤の水玉を映し出します。でアルタビジョンにこの水玉が映し出されますと、まさにアルタビル全体が赤の水玉で覆われるということになります。でアルタビジョンは皆さんもご存知のように新宿駅東口にとって新宿を象徴するあのものでもあります。で、さらにビジョン の上部には資料の通りですね、草野さんがこう送り続けているそのメッセージがこの企画のタイトルでもあるラブフォーエバーが記されたハートマークが掲出されます。でこの企画はイベント期間中限定で実施をするというものでして、まあ、新宿駅東口の人気スポットを赤の水玉とハートマークでデザインをして新宿クリエイターズフェスタ2013をPR、まあ、するとともに新宿にいらした多くの方にアートを楽しんでいただきたいという、まあ、そういったものでございます。そしてアートを通してですね、草間彌生さんの願いでもある世界平和のメッセージをお送りします。で実はこの皆さんの手元にお届けをしているこのクリエイターズフェスタの公式ガイドブックにも11ページですかね、草間彌生さんから のメッセージということで今回バルーン の説明とともにですね、そういったものも出ておりますので後ほどご参考にしてください。でさらにですね、このアルタの地下2階には、草間彌生さん のグッズを購入することができるPR コーナーも設置いたします。で私どもこの、ガイドブックを多くの方々に持っていただいて新宿駅周辺をまあ、このクリエイターズフェスタを楽しむとともに街も楽しんでいただけたらというところでいろんなご協力いただけるところにこの公式ガイドブックと置いてまいりたいと思っております。まあ、その一番の PR スポットとしてこのアルタビル、アルタビジョンで、そしてまたアルタビジョンでは川口洋一郎さんの作られた映像でありますとか、それから多くの方々 の学生の、コンペティションである、程度セレクションされた映像等も流したりということで皆さんの鑑賞する場所にもなってまいります。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。